この動画は以下の要素が含めています。もしそれを。大丈夫だ。問題ない。なら、ごゆっくりしてみようね。で、今回はなんだ？前回のボスもクソだった。そのクソ。やめろ！それ以上言っちゃダメ。霊夢さん、とりあえず落ち着けませんか？うるさい。お前も大変だよね。まあ、もう慣れたし。さて、今回はあのボスを挑戦するのね。そうね、では始めましょう。了解。このクソ。うまく働けよ。というわけで、ヨウム、今回はあんたの番だ。これでどうやって戦えばいいんだ？とりあえず雨の村雲を撃ってみよう。よし、ここで説明しよう。お願いします。このボスは5コスト耐久、7コストプッハが一番簡単な攻略法だ。符号は3コスト、4コスト物理防御パフし、5コストは魔法防御、6コストは物理防御を行う。できれば両方防御をバフする。これは今回の符号のデッキ。見て通り、このデッキの組成は主に2コストと1コストのカードだ。5コストはメイコとミクを打って、6コストは永遠と他のカードを打てばよい。今回の盗賊は全力デバフだぜ。飛行難回覧？大体わかったけど。傭兵は5コストまで1コストと他のデバフを適当で打てばよい。これでよいのか。気にするな。すごく気にするけど。うわ、これ結構痛いね。まあ、最初のターンは全体防御デバフを与えられたから。なにこれ。これはひどいね。もうどうでもいいからこれでよい。あ、言い忘れた。盗賊できれば、5コストローエンブリンと他の2コストデバフを打って、6コストはダンテがあれば安心だぜ。ここは一番厄介のところだ。防御バフ以外のバフは全部消せるよ。ここも耐えたようだね。次は肝心な6コストだね。ここを乗り越えたならクリア確定だにょん。うん、手札は悪くないだね。でも歌姫はちょっとやばい。これは無理だと思うよ。そんな、お願いだから耐えて。やっぱりこうなった。何かよ、反則だ。やめてくれー。だ、耐えた。ギリだけど僕の勝ちだ。カット。やっとクリアした。では次のシーンに行こう。またあるのか。ようやく私の出番だね。私はお前の出番がなくなったと思うぜ。今回の出番は私とあなただけよ。なんかすごく気持ち悪い。マリサ、また気づいてないの？なんだよ。あの姉さんの腹をよく見てよ。はぁ、なんだよそれ。それ、ボテ腹じゃない？嘘、これはまさか。絵師のせい、じゃなくて、趣味ですか。いいセンスだ。私もマリちゃんと仲良くなったんよ。そしてマリちゃんの大好きな。死になさい。くせ、
やれやれ、あの二人は一体何をするんだよ。あれ、今回はなんだ。今回は弱酸性ガチャの10連だよ。それなら早速始めようよ。今回は初回無料だと、何を出るかな。彩りだぞ。視聴者の皆さん、どうもアリスです。この動画を見にいただいてありがとうございます。もしよければぜひチャンネルを登録いただいてお願いします。今度もよろしくお願いしますね。それでは。